ダズタズ氏は、松本清長の短編小説。小説新調1963年5月号に、掲載され、1963年10月に、短編集、目の気流収録の一編として、新潮社より刊行された。ダズタズ氏は、万葉集の、夕闇は、道タズタズシ付き町手行ませ我がせこその間にも見むからで、はっきりしなくて不安であるのい。 愛の絆のタイトルで1969年に東方で映画化、またサンドテレビドラマ化されている。最近課長に昇進したばかりの32歳の私は、電車の中で24歳の平井良子という女性と知り合い関係を持つ。3ヶ月後、良子は不意に自分には夫がいて、強括障害で刑務所に入っており、あと1週間で出所することを告白する。 自分の社会的立場の崩壊を恐れた私は、良子を長野県富士見駅近くの山林に連れ出し、首を絞めた。しかしその後、数日経っても新聞に良子の死体発見の記事が出ない。徐々に不安になってきた私は、長野県の地方紙を調べ始めたが、驚くべき記事が私の目に入った。映画タイトル、愛の絆。1969年2月15日公開。 制作は渡辺プロダクションと東方配給は東方現在は DVD 化されている。原作と異なる結末を設定している。旅行会社の総務課長代理、鈴木良平は専務の娘と結婚していた。だが、何かと父の権威を傘に着る妻との生活は冷たいものであった。ある雨の夕方、良平は、線は、細いが可憐な女性。 平井ゆき子と知り合う。乾いた家庭生活の代償に、両平はゆき子に精神誠意を尽くし、ゆき子も両平を深く愛するようになる。ところが、ゆき子には暴力的でも過腹液中の夫がいた。これを知った両平は大きな衝撃を受け、夫と離婚し自分との再婚を望むゆき子をなだめようとするが、ゆき子の決意は固かった。 現在の生活の崩壊を恐れる両兵は、悩んだ末、雪子を新州に連れ出し、ついに彼女の首を絞める。しかし、安心もつかの間、雪子そっくりの記憶喪失の女性の存在を知り、両兵は新たな恐怖に苛なまれるようになる。他、松本清張、女シリーズ、記憶。1978年10月15日。 TBS 系列の東芝日曜劇場は国手放映。視聴率19.4%。松本清張作家活動40年記念、たずたずし。1992年1月7日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は国手放映。視聴率17.0%。松本清張没後10年特別企画、たずたずし。 2002年11月24日、BS ジャパンの BS ミステリーは国手放映。地上波では、同年11月27日、テレビ、東京系列の女と愛とミステリーは国手放映。夏木静子の本案による作品。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます愛の絆に関する、カテゴリ、記憶に関するカテゴリ。ありがとうございます。